3期9話やっていきましょう。ぜひとも皆さん、グローバルチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。なんかいい始まり。私は白金みゆきが好き。私は会長がおかしくなるほど好き。ええやん、気づき始めたこの思い、さあ届けよう今すぐに。次回最終回、あなたが好きだと伝えたらどうなるのかしら。おー、恋愛は好きになった方が負けである。シューティーン文化祭方針祭のいいですな。なんかいい始まり。篠宮が告白してこなかったら俺から。おお。しかしもし先に恋に落ちた方が負けだというならば、彼は当の昔に敗北している。おお、いい感じやの。なんかいい感じやな。1年前春。おお、おお、なに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 、ワクワクさん。入る学校間違えた。おや、どいつもこいつも鼻持ちならなくてクソうぜ。小学校から周知院にいるサラブレッドのことを住人やさぐれ、俺みたいな外部生は公認と呼ばれ区別されている。公文って言われる。は、え、公認と呼ばれ区別されている。公文、やべ、公文にして聞こえねえ。やべ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 、ことを住人、俺みたいな外部生は公認と呼ばれ区別されている。あ、ダメだこれ。もう何をやっても公文にしか聞こえないわ。もう何度も何度も同じセリフを言って申し訳ないけども、念のためコメント欄に何て書いてあるのか、うん、そんな飛行機会社みたいなことは絶対言ってないと思うんだけどな、英語で言うとね。いやー、と住人、俺みたいな外部生は公認と呼ばれ区別されている。ダメだこりゃ、それにしか聞こえねえや。一緒に昼食を取る相手すら見つからない。ダメだこれ。親が金持ちなのがそんなに偉いのかよ。おお、耳がつかない。七光のボンボンどもや。おお、やんちゃ。これまた。やさぐれみゆき。君は特待枠の白金みゆきくんだったかな。誰？なんかイケてる。誰？めっちゃ誰？目に輝く金色の職所。何やこれ？学園の生徒会長である証。ちょうどいい。君に話があるんだ。何これ、なんか学生ものでさ、なんだっけ、白栄さんが、ペニシリの白栄さんが鬼面組じゃねえな、なんだっけ、なんかそんな、なんだっけかな、なんかあったな、そういう学生系のちょっと V より、 V じゃないんだけど、なんかちょっと要素があったような。ライチ、ライチ光クラブって何。じゃあ見たことねえんだけど、なんか今それを見て、なんかライチ光クラブだから知らんけど、それを思い出した。白栄さんかっこいいよな。どういう関係があるかもう分かってないんだけど、分かってないで喋ってる。何これ分かってないで喋ってる。イケてるなこの兄ちゃん。中がピンクってのはまたオシャーだな。オシャー。俺が生徒会にですか。おっしゃ。ああ、生徒会の役員は会長が指名することになっててね。毎年4月は部の連中と人材を奪い合う青たがりのシーズンというわけなのさ。青たがり。ほうほう。なんで俺なんですか。俺より優秀な人はいっぱいいると思いますけど、入学式で新入生挨拶してた人とか。氷のかぐや姫のことかな。よく知らないですけど、家がとてつもない金持ちで、うん、何やらせてもすごい天才。そうかそうか、嫌いよりだな。それって話ですよ。最初から持ってるものが違うんですよ。嫌な音。家柄も才能も俺には何もない、何の取り柄もない外部生で。それでいい、我々はこの周知院という箱庭の中で生きてきたものばかり。外の世界をフラットな視点で見てきた人材が一人は必要だと思っていてね、ぜひ君の見識を活用させてほしい。いい目を持ってるな。まあまあ、今日は生徒会の活動を見学するだけでも構わないからさ。はい。似てるなこの兄ちゃん、俺好きやわ。めっちゃかっこいい。君をどうして周知院を選んだんだい。まあ、ここは補助が他より厚くて、うち金ないし。でもこんな面倒な学校だって知ってたら。確かに面倒だよね。だけどその分、この学園でしか関わり合いになれないような人材もいる。今年の1年は大物揃いだ。四条家御令嬢に天才ピアニスト、はい、そして言わずと知れた篠宮財閥総帥の長女天才ピアニスト。ここのところではお目にかかることすら難しいだろう。あのアホの彼女たちには声かけたんですか。口説き落とそうと頑張ってみてるけど、望みは薄いだろうね。自分を持ってる人は簡単に動かないものだから。自分を持ってる人ね。簡単に動いている俺は自分を持ってないってことなんだろうが。歩き方がやんちゃなんだよな。さて今日の活動はこの沼の清掃だ。この排水管が長年詰まってて、ね、読めるかい。ボランティアで何人か手伝ってくれているが、僕らも少しは働いてるポーズを見せないと見栄えが悪いからね、うん、ゴミがいっぱい。マジで汚ねえな。なんで俺こんなことしてんだろう。おー、余計にバット入る。生徒会の勧誘とか言ってたけど、手よく掃除を押し付けられただけじゃないのか。どうせあの人も俺のこと貧乏人だと見下して、どうだっていいや。まあ気持ちはわからないもんね。何をしようと、そう思いたくなる。トウモリの死骸が開いてる。うわ
ギアーこの中に落ちた。これ捕まって。おお。入った方がいい。おいそうなるよね。でも俺は泳げないし。でも助けないと。泳げるやつ助けに入れよ。誰か。おお。まさか。まさか。氷とは。引き上げるんだ。やば。氷のように硬い石か。すげえな。いやかっこよすぎかって。おお、わかる。わかるぞ。これは惚れるわ。いろんな意味で惚れるわ、これは。かっこいいし。美しいし。考えることをやめていた。ですな。家が金持ちだとか生まれつき才能があるとか関係ない。うわ、動くべき時に動けるか、それができる人間は綺麗だ。すげえかっこよすぎる。かぐや様、バカを言わないで。溺れていたのは新聞社の娘。恩を売るのは後々得かもしれない。それでもあの場で動いたのはかぐや様だけなのですから。結果論だな。好き好んでドブに入るものですか。人間はいつも自分以外の誰かが犠牲になるのを待っているのよ。もし仮に見返りもなく汚れられる人間がいるとしたら、きっと相入れることはないでしょうね。そういうことか。彼女の横に立てる人間ってのはどういう人間なんでしょう。この勘違いがな。僕は立てるよ。なんたってこの学園の生徒会長だし。そういうことか。うまいな。うまいな。生徒会長か。で見返りもなく頑張っていこうってなっていくわけだ。これはいい話やな。でそれを見て、準備は整った。そんな人がいるのか。あとはお前次第だ。いい話やな。いい話やな。本当に早く付き合えよ。なんかイケてんな。いや動きよ。ロード中かよ。わあ。とてもお似合いですわ。わあ。おお。桜大戦か。バカね。あれが似合うのはかぐや様だからでしょ。初音のミクさんですな、これ。これ初音のミクさんですな。何の魔法使いのちゃちゃか知らんけども、横は。うん、すごいな。マリサが一応右は。コスプレ喫茶。おお、いいね。様々な装いで客をもてなすシステムの出し物。いや。クラスメイトの熱烈な要望により、猫耳。和服系の衣装と相なった。うま。うま。大変お似合いですかぐや様。さらっとどこから。どうしましたかかぐや様。わお。そのメイド服。ええ、メイドのコスプレです。アイちゃんキャラ作り仕上がってるね。はい、やばいね。長い時間かけてきっちり仕上げてきました。まあ。本職みたいなもんだよ。するためにいつもと違う装いでお客様にドキッとしていただくのがコンセプトですから。いや。私にとっては日常感が強くて違う意味でドキッとするわ。もう本業だよ。かぐやちゃんマジいい味ふ。ほらほら、アイちゃん仕事に戻って。では私もお客の対応に。いやおもろすぎやろマジで、はい、ほらほらアイちゃん仕事に戻って。あー猫耳ちょっと一瞬目に映った猫耳。私もお客の対応に。逃すか。かぐや様はこっち。ここでニコニコしながら。かわいい。お客を中に誘導するだけでいいから。全然入る。看板娘というわけですか。お全然入るよ。男性客を中心に笑いかけると。なおくっと、なんだかいかがわしいわ。入る。全然入る。余裕で入る。俺コーヒーの麺からジュースにしてくれ。13時までの2時間。会長には時間を伝えておいたけれど、来てくれるかしら。これ、惚れるで。なんだか待ちぼうけしてるみたいで切ないわ。もし仮にこの文化祭で告白するなら、やっぱり女装、少し2人で会う時間が欲しいわ。お、それに。かわいい。お似合いですわ。この店はスペースの問題上、悪い気はしない。お客の前でコーヒーや紅茶を入れるシステム、注文を取って下げるだけじゃなく、十分会長と接する時間。よろしいでしょう。ああ。この服を至近距離で見せつける時間がある。美しい。この一枚めっちゃ美しいわ。会長も時々間違いなし。が、そのシステムがあだとなった。人目を引く大和なでしこが看板娘となり、長い接客時間を生む。その結果、男性客を中心に短期間でリピート客を呼ぶ大成功となった。何か慌ただしくなってきたわね。青くなっていった。あららららら。あらららららら。忙しくなってきたから接客を頼めますか。おお。はい、お待たせしました。大丈夫か。ご注文をお伺いします。ラーメンマスター。私はコーヒーをいただこう。ジェイクは。ああ僕も同じの。かしこまりました。コーヒーの人なんかおったな。やべえ。どこかで。なかなかお目にかかれない素材を使ったラーメンが出ると聞きやってきたが、まさかジェイ君も来ていたとはね。全く恐れいるよ。なんでここにいるんだよ。サンちゃんさんこそ一体どこで情報を仕入れているのやら。あと藤原さん来るだけだよ。うん
素人扱いしたと思ったらな。コーヒーを入れさせていただきます、うん、おそれが話に聞く宮内庁御用達の周知院コーヒーか。コーヒーも詳しいんですか。君のラーメンに対する知識と比べれば素人同然さ。ただこれは国賓にも出される玉屋コーヒー店の豆だ。一般供養だよ。めんどくさそうな客。ちゃちゃっと済ませて離れよ。今追い出します。君ではダメだ。はい、ダメとは一体。すまんが味に対して妥協ができないたちでね。そう、めんどくせ。あそこのお嬢さんと変わってもらえるかね。めんどくせ。あの子の入れ方は素晴らしい。分量、スピード、豆が喜ぶように美しく膨らみ、茹で綺麗な渦を描く様はまるで定規を引いたかのごとく。あれが一流の仕事だ。平眼ですね、恐れ入ります。平眼から見てどうだね、彼女の仕事は。はい、ゴミかクズのどちらかです。わ、豆の量は適当、配置も雑、せっかくの豆がかわいそう。おう、まるでカップ麺でも作るかのように適当に湯を入れようとして。おう、そういうわけだ。君が入れてくれるかね。わお、頼むよ。私の仕事をきちんと評価していただける方にならいくらでも嬉しいだろうな。嬉しいだろうな。私の主人もこうだったらよかったのに。ちょっと待ってください。確かに私はコーヒーの入れ方に関しては知識がありません。そこまで言われたら。ですが紅茶か抹茶ならば一級品をご用意できます。おお、いや、サンちゃん相手にその単価はちょっとねえ。サンちゃんさん、そこまで言うなら紅茶を一杯頼もうか。何の会だよマジで。あ、会長、うわー、来ちゃった。私が接客でもワンチャンいい感じにやれば、この中年度もギャフンと言わせなきゃ。中年度もいや、うまくやればね、見てもらえるから。人は見てるから、仕事の様とか。いいですよ、いいですよ、チャンスや、チャンス。うん、すげえな、なんか何を見せられてるんだろうって感じだけど。コーヒー、おお、美しい、美しい。やべえ、何の回か忘れるレベルで美しい。サンちゃんさんどうだ。先ほどは失礼した。おお、君は紛れもなく一流だ。敬服に値する。失礼します。徹底的な熱管理、目的のある道具の扱い、これは手のひらの上で踊るようなジャンピング、何の回だよ。ゴールデンブロックを絞り出す創意工夫、体に染みついた愛ある仕事、間違いない、これは恋の味だ。おお、当たり。より美味しい紅茶を飲んでほしい。そのために日々調整を加え続けた。なんやらぬ愛の味。あ、これはつまり、俺はたった一人のために洗練された一杯。おお、純粋な愛情表現、未だ実らぬ恋の味。カップ一杯に愛がいっぱい。今日は本当に決まった。君の恋が実ることを心から祈ってるよ、可愛らしい大将娘。しっかりしてんな。800、800。君はさっきは何かあったのか。何かあったら。そうか。美しいティーを。うん。やはり篠宮の紅茶は美味しいな。シンプル。だが嬉しい。あの子。なるほど。君か。なんだこの椅子本当に。何なんだろう。なんか。客商売も大変ね。大物感がすげえんだよ。会長とろくに話もできなかったわ。大物感がすごいわ。さすがにもう変な中年の客は来ないでしょうけど。なんか来たぞ。怖い。お父ちゃん。かぐやの文化祭初日、告白ならず。これお父さんやな。最初誰ってなったけど、なんか、ま、顔がようわからんかったけど、あれお父ちゃん、みゆき父ちゃん違う。あ、もうなんか演出でああいう顔なのか、それとも。教室戻る。うん、どっこいしょ。ツバメだけど。ツバメ先輩は今フリーの可能性が濃厚。この文化祭、ツバメ先輩に告る絶好のタイミング。なんか相手いそうで怖えな。けど告るにしてもやっぱり女装がいる。少しは二人でいる時間が欲しい。くしくも同時期、かぐやも似たようなことを考えていた。もうすぐツバメ先輩は休憩時間、どうにかして文化祭デートに誘わなければ。把握している。でもな、なんて誘えば。わかる、むずいな。話しかけるだけで結構ドキドキするのに。わかる。誘いなんて絶対に無理。おーおー、どうしたら。周りも狙ってる。その声はツンデレ先輩。ブッブー、残念、マキ先輩でした。あら、よかった、正解だ。ユウさん、さっきから誰を見てるのかな。へえ、なるほどな。わかるよ、わかるよ。どうなんすか、わかるのか。何がわかるってんですか。小安ツバメだっけ、あの人美人だもんね。おお、ユウの気持ちもわかるわ。せっかくの文化祭、好きな人と一緒に回りたい。あわよくば告白もしたいけど、その勇気が出ない。ピンポイント、ドンピシャ。
大当たり。本当よくわかるわ。変わらず落差が強い人です。はい、相変わらずやな。はい、まだあるんだな。なんとなく言うにはそういう相手がいると思ってたけど、まさか3年のマドンナを狙ってるのか。柏木さん。そうね。倍率やばいわよ。なんか楽しそうですね。彼氏じゃなくて翼くんだ。人の恋バナは楽しいわ。私は何にも傷つかないし、まあ相手との格差なんて考えても仕方ないでしょ。とにもかくにも行動しなければ始まらないわ。まあまあ、本当に好きならうじうじしてないで、ちゃっとと使うことね。それはいいことや。私も貸してると誰かに持ってかれるわよ。それを取り返そうとしてるからな。自分の恋話しちゃうんですか。ゆっくり。こんなつえよ。でも可愛いな。誘うと言ってもなんて誘えばいいか。つばめ先輩に迷惑をかけとく。へえ。うわ、つばさ先輩。おう。石神さんって小安先輩のこと言ってくれればいいのに。水草。何？あ、マキいた。人多いんだから離れたら。合流。なるでしょ。わお。ごめんごめん。友達がいたからつい。あれ？どうなる？二人とも彼と友達？うん。ユウは時々相談に乗ってくれて。あ、マキちゃんも？石神さんは頼りになるよね。まあ頼りになるかわからないけど。あんなんだこの場。二人が言うならいい人なんだね。私とも友達になってくれる？怖い。あ、はい。なんだろう、この人からは妙な恐ろしさを感じる。それで何のお話？怖い。女の子を文化祭に誘うときどう誘うべきかっていう話をしてたの。普通に一緒に回りませんかって言えばいいんじゃない。簡単に言うけどね。いや意外とそうなんだよな。そんなストレートなの緊張するに決まってるでしょ、はい、足ガタガタさせながらセリフ噛みまくってろくに誘えないのがうちよ。このアドバイスが正解なんだけど。それでいいじゃない。シンクロしてんじゃねえよ。翼が最初にデート誘ってくれた時なんてねえ。ちょっとおお恥ずかしい。いいでしょ。それを聞きたくない。あ緊張しててデートに誘ってるのかキスしようとしてるのかどっちなのって感じで。なぎさこの可愛いほっぺが無言でこっちにやめてもらえます。わかるよわかるよ。そうなるよね。誘う口実がいるっていうのはさ自分のクラスの出し物に誘うなんてどうかな。空気感よ。それいいと思う。確かお化け屋敷だっけ、うん、そうですホラーハウスを。おおいいねいいね。小屋つばめは確かホラー好きって話よ。マジか。おお友達が言ってたわよ。あんたのとこで掃除用具入れに2人で5分近く閉じ込められてめちゃくちゃ怖かったって。まあそういうアトラクション系のホラーハウスなので。閉所恐怖症にはたまらない。5分間密室で2人きりってわけでしょ。ああ怖さのあまり思わず手をつないじゃったり。ああ甘くさえ抱きついちゃったり。いやでも好きだから多分そうはならんやろ。けば確実にエンジョイ性だもんな。確かに。楽しそう。私たちも行ってみよう。うん行こう。ちなみにそのアトラクションは3人同時に入れるの。その場合は2人と1人に分かれて邪魔しようとしてる。そっか。かわいそうな先輩。うん、そうやな。実際かわいそうやな。じゃあ私も休憩入ります。おお。なんかあったら LINE ちょうだい。今だ、はい、チャンス到来。つばめ先輩でも行ったれ。大丈夫。チャンス到来。もしダメだったら私が一緒に回ってあげる。めっちゃいい子やん。でも損はないでしょ。むしろ失敗した方がお得なくらい。ははははでもだからといってわざと失敗はしないでよね。私だって暇じゃないんだから。シンデレ先輩マジでいい人だな。いい人めっちゃいい人めっちゃいい人本当に、うん、なんだよあいつらは本当にずっと俺だ。つばめ先輩ゆうくんどうかした。その、うん、このお姉さん感がなすごいんだよな。うちのクラスホラーハウスなんですけど結構ちゃんとしたのできて。その先輩怖いの好きって聞いてよかった。行く行く。うわうわゆうくんも休みでしょ。一緒に行こう。やべえ。はいやりました師匠先輩篠宮先輩やば。まあなるよな。よかったあいつら邪魔せんくて。スタッフが中へご案内します。行きました。まったく渚は子供ね。どんなことが始まるのか。こんなの子供だましもいいところよ。こっちが可愛いなんだよ本当に。私可愛いの本当にダメなの。いやお姉さまツンデレ先輩幸せになってほしいわ。絶対楽しいわよ。なんで連れて行ってんだよ。次回1年組がかぐや&まひを襲う。あら帰れ働け。
何か変なことしてないだろうな。してる。してるじゃねえよ。なんかちゃんとでも来てくれるの嬉しいですね。前回もそうですけど、はい、ということでね、面白くなってまいりました。いや石神くんな、なんかうまくいってほしいけど、どうなることやらでめっちゃ不安、めっちゃ不安。ああいうお姉さんな、なんか大人がゆえの綺麗にごめんねみたいな、大人になったら待ってるねみたいな、なんかそんなセリフが浮かんで、あーめちゃくちゃ怖い、すごく怖い。はい、ということで今回はこんな感じで締めていきたいと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!